我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。今こそ正義の名のもとに戦う時だ。
素晴らしかったですわ、ルビーナ王子様。これが初めてお書きになった戯曲とは。ありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を。ほら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない。おいおい、いえな、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの、劇作家はね、批判されて育つものね。王子、私の父シズラ様に。そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃう。まあシズラ様、今夜はまた最高でしたわ。いや、こあら、お父様どうなさった。お、いや、ご婦人方申し訳ありませんが。これはこれは大変、私たちはこれで。シズラ殿、どうなさる。王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたよう。よからぬ者って。舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか。シズラ殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でもそのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただご王子、ルビーナ王子。グラドス将軍、一体どうした。父王が。な、なん。おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく。アエラムーナー、カタリシナー、我らの王を。外傷はなかった。しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づい。そんな、だって王様はあんなに大げ。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。いいのだシズラー殿、この将軍。ルビーの王子、騎士は人を責める前にまず己を。恐れ入ります。だが今は将軍はもとよりシズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に。王子のおっしゃる通り。ジウ、どうなさったの。ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリ。何ですって。ルビーの王子、グラドス将軍、我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタ。な、何だって。グスタファミガー、かねてか。シズラー殿、こうなったら、それにこういった日だ。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。このルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今、我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に、我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄槌を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。
騎士として戦場に立つこと、それが私の誇り。進軍。敵覚悟せよ。私の命令に従いなさい。参ります。承知です。マナの力。はいはい。覚悟せよ。私の命令に従いなさい。参ります。これで承知です。はいはい。覚悟せよ。
お兄様のご期待に応えるのよ。はい。そうだ。はいはい、こんなんでどうだ。神の祝福があらんことを。お兄様のご期待に応えるのよ。消え失せよ。承知です。受けてみよ。はいはい。
覚悟せよ。お兄様のご期待に応えるのよ。ほら、そうだ。はい。行くぞ。どうする？行くぞ。痛めつけてあげる。はい。はい。はっ。動けない。どうする？行くぞ。ふん、っとほれ、お返しだ。承知です。
はい。行くぞ。この勝利は日々の鍛錬、